ジョイーターズパ odcast 変革への道こんにちは伊藤ジ一です今日のゲストは芸能人とアーティスト西野さんです <laughs> よろしくお願、はいしますよろしくお願いします芸能人ですありがとうございます先ほどは今日今日あの西野さんが学ぶ、はい、NFT という番組に参加してむちゃくちゃ面白かったです、うん、勉強になりました,したありがとうございます すみません、今度はちょもうちょっと堅苦しい番組なんですけど、ねはい、多分僕のいや、まあ、自分が日本になかったからかんないかもしれないですけど、はい、うちのリスナーの中でも西野さんのこと、はい、あんまり知らない人も中にいるかもしれないですけどもともとはお笑い芸人でスタートしてで、えー、2五まあ二十歳ぐらいでスタートしたんですけど25ぐらいから、えー、と絵本作家になりのでそっから映画を作って。うん でミュージカル作って歌舞伎作ってでそういったなんかえっ、ー、とエンタメ歌舞,歌舞伎ありましたあの海老蔵さんとすごいでそうエンタメをえっ、ー、と軸にですねあとは事業を横展開している、うん、まあ例えば、えー、コーヒー屋さんだとか、うん、もういろんなことをやってるっていうそういうやつですねざっくりとはいなるほどで早速なんですけどもきまあ今日 NFT の話をいろいろしたんだけども、はい、そで少し西野さんのプロジェクトのあの紹介までちょっどちょっとそのまずその 映画の話から、はい、少し NFT で今どんなことを実験してるかちょっとまっますあの何か、うん、えと NFT のことともう一つ言うとそのオンラインサロンっていうのをずっとやってて今もやってるんですけどででちょっといいですか い,いろんな人がサロン持ってるってことですけども結構、うん、あのうぞうむぞうがあるので、えー、とオンラインサロンとはこうだって結構言い切れないっちゃ言い切れないですね。うんうん、簡単に言ったらファンクラブでははあるのは間違いないなですよ。ですがファンクラブってどっちかっていうとこう一方的じゃないですかお金の流れ要するに、えー、とタレントさんがいてそのタレントさんが発信してでお金をもらうっていうお金ながら一方的だったと思うんですけど僕のオンラインサロンに関してはですね、えー、とそういうい ことではな,くてなんか仕事をとにかくいっぱいやるんですねあの映画やって本やっていろんなことやるんで結構外注することが多いんですよお仕事を。で外注する時の自分の会社ないだけじゃなくてこれお願いしますって外注する時が結構多いんですけど外注する時のやっぱ最大のコストは何かっていうとその意見のすり合わせとか理念のすり合わせみたいな、うん、こういうものを大事にしようねとか、うん、こういうの嫌だよねみたいな。 あそこのなんか肌感というかもう言わずもがなわかるみたいなところに行くまでにむちゃくちゃ時間がかかって毎回外注するときにそこのズレが あの発生していたっていいたたっっう問題があこれ嫌だなと思った時に、えっ、ー、と、で、オンラインサロンなんですけど、オンラインサロンでまず僕、毎朝2000文字から3000文字記事を書くんですね。毎朝毎朝です、毎朝です。まあ、要するにそれって、えっ、ー、と、朝礼みたいなもんです。うん、で、で、それを何万人かが、えっ、ー、と、共有してるんですよ。そこには、不動産屋さんがいて、えっ、ー、と、なんか、 わかんない、大工さんがいて、美術さんがいて、照明さんがいて、いろんな方がいらっしゃる。で、もうここはえっ、ー、ともう理念共有してるんですよ。うんうん、で、次こういうこと面白がろうねって。で、彼らはサロンのメンバーです。メンバーです。はい、その辺で、えっ、ー、とだから月980円か何かをオンラインサロンに払ってるんですよ。1000円だけ、ちょっと忘れたんですけど。で、ここに集まったお金で面白いことをしようっていうことで、次なんか例えば、 じゃサロンの中でそうですなんか家を建てるってなった時は、うん、もうサロンメンバーさんの、えー、と大工さんにお願いして不動産屋さんにお願いして、うん、でおこん時はお金を払うんですよ。 うん、うん、あ、なるほど。千円もらって、えっと五十万円払うみたいなことが起きていて。そうすると、もう全然こう理念のこのズレみたいなことがないんで。うん、むちゃくちゃ、えー、っと、仕事がスムーズに。いろんなことがスムーズにいくっていう、僕のオンラインサロン、そういう感じですね。うん、なるほど。じゃ、ファン、だ、コミュニティだよね。コミュニティですね。コミュニティ昔で言えば、なんか教会だった。 教会のんみたいなな感じ本当そここも結構重要なラインだなと思ってるんですけど、えーとまあ、今更ですけどそのインターネットっていうものもしくは SNS っていうものによって世の中がじゃあどういうふうに変わったのかなっていうことを考えていったときに情報が共有されたのも間違いないな、うん、同時にやっぱこれは技術も共有されてしまったというん、うん、要は前までだったらすっごい物知りな人がいて。うんうん だったんですけども別に今検索すればいけるじゃないですか。<laughs> ってなった時にもう、えー、と20年前30年前と今何が違うかなって考えた時にまずそのまずいラーメン屋さんみたいなものがなくなったっていう。 どこ行ってても美味ししいってもう共有されてしまうんでその食べるぐうちの会社なので食べるぐもでも,でもそういうことでしょはい、はい、みんなの意見が集まって美味しくない、はい、とかなう要はもう大体えー、とまあ差はあれど、うん、大体美いしいっていう,う、ね、で僕学生時代普通にまずラーメン屋さんあったんですよね,ね罰ゲームであそこ食ってこいみたいな <laughs>、はい、あったんですけど今別に東京でどこ行ってももう大体美いしいっていう、うん、ラーメン屋さんだけじゃなくて飲食店って大体全部美味しくなった。ね、要は技術 上がって上がって上がって、上の方でどんぐりの背比べしてるなっていうのが一つある。うん、で、もう一つは電気屋さんとか家電量販店行った時に、うん、その20年前30年前と今何が違うか？って考えた時に値段の開きみたいなものがなくなったな、うん。価格コンボをうちの。会社。 何をそんな働いてるんですかでやっぱり今思うと,、えー、と昔は何ていうんですか家電買うってなったら、えー、新聞紙の折り込みみたいなとこ見てあこれ安いじゃんみたいな感じで買ってたんですけど今じゃあ家電旅販行って行った時にじゃいきなりテレビ買うかってそんなわけはなくてこれアマゾンで買ったらいくらなんだろうとか楽天で買ったらみたいなじゃその値段の答え合わせができるようになっちゃったってなったら大体その前昔は本当にこっちの店で買ったら もっっと安かったじゃんみたいなことって今異常にあったのに今結構答え合わせできてしまうからそこまでえっとズレがなくなってきたなって、うん、要するにもう全ての技術とかクオリティみたいなの上の方で上がってってどんぐりの背比べしてきた時にじゃあこっから人は何を基準にサービスとか商品とか選ぶようになるのかなっていうことを考えた時に結構あの人はあるなってこですよ。 つまり、誰かから買うう。っていう要するに1000円をどうせ払うんだったら A のラーメン屋さん B のラーメン屋さん C のラーメン屋さんよりもすごいお世話になっている山田さんのラーメン屋さんにどうせお,どおいしいからってなった時にその機能検索から人検索の方にじわ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 行くのはもう間違いないなと思ったんです。ってなった時にコミュニティー持ってると強いなと思ったんですよ。それはやっぱやってみた結果あっていて。 オンラインサロンメンバーって何万人かいるんですけどサロンメンバーさんの行動パターンを見るとサロンメンバーさんってどうせお金払うんだったらサロンメンバーさんのお店でっていうふうになっていってるんですよ。 あこれは面白いなと思ってですよでも確かにそうで自分も、えー、とどうせ髪切るんだったらということでサロンメンバーさんの美容室行ったらやっぱりあれ何ですか,なんか美容室行った時の「お仕事何されてるんですか?」っていうところからスタートして全然発展しないみたいな地獄みたいな時間あるじゃないですか。あれが全然なくてあの要はサロンメンバーさんだから「あのプロジェクトどうなってますか?」みたいなところからスタートして「あれね」とかいうことですごいだから。 居心地が良かったんですよ。であ、これだと思ってオンラインサロン今それやってるんですけどでそれはうまく回ったんですよなんかオンラインサロンは。でこれはいけるってなんでで結局こうオンラインサロンの売り上げは僕は1円も頂い,いてなくて全部プロジェクトに使うかあるいは、えー、となんか被災地支援とかあとは子あもそうなんですよそうなんですよで <laughs> うん、うん、そこ相談だったんですけど、うん、ほぼダウなんですよ自分がやってるやつっていうのは。うん ただ、えー、とちょっとダオで試してみたいな何かっていうと今とはいええー、とオンラインサロンの最終決定権は僕にあるっていうあまあだから中央集権なんですよ。言うてみんなこのお金の流れこう言ってることはあるんですけどむちゃくちゃ僕が決めてるんで,でこれを一回テストとして僕を抜いた時に果たして回るのかっていうで自分の今興味がまさにそこであの会社を持ってえっ、ー、と 僕よりも一回りとか下の子たちが入ってくるようになった時に、やっぱ彼らのこの20代みたいなすごく重要な時間をまあいただいてるわけじゃないですか。で考えた時に、僕が例えば死んだとして、この会社の動きが全部止まってしまうって、ちょっとそれは無責任だなと思う。だから僕の影響力に紐付いた。 プロジェクトだけだったらば僕が死んんんだらもうう全部みんな食いパクれてしまうんでそれは会社やるようになってから考えたんですけどじゃあ自分がいなくなった時のことをちゃんと今のうちから考えてじゃあその練習しようと思ってなるだけ今いろんなプロジェクトからあの抜けてはいってるんですけどその一つとして自分がいなくなった時のコミュニティっていうのは果たして機能するのかっていうそれでえっ、ー、と ダを、えー、とスタートさせたっていう感じですね。結構アメリカのいろんなマッカーサー財団とかナイト財団の理事やってるんだけども、はい、アメリカの財団って結構似ていて、はい、その本人が死んだ後に本人の心をこう続けるのが財団なんで役員って何するかっていうとその,その人が今生きてたら何を言うだろうか<あ>で,でその人の名前が場になるんだよね。今生きてるあのお金持ち、例えばあのビュー・ゲイツとかは、はいはいはい あの自分が亡くなった時にこう自分の心は続くような感じではい、はい、だんだんうこうみんなに移転してるので,はい、はい、でそういう考え方はあると思うんですよねだけどその自分がプラットフォームになって自分が消えるわけではなくて、はい、自分がプラットフォームとしての残るのにはどうするかっていう設計っていうのはありだと思うでいで,で、まあ、そこまただんだんは発展していじ,いじってくることってあると思うんだけども、はい、結構あのアニメとかもうすでにこう あのコンテンツがプラットフォームになって、はい、その上にファンクラブがあってでで彼らがいろいろ運んでるっていうのは、はい、多分今まで設計としてはあると思うんだけどそのでも面白いのはやっぱり生きてるオーナーの財団と死んじゃったオーナーの財団全然違って、はい、死んじゃった後は理事たちが勝手にいろいろ解釈しながらこう持っていけるけど、はいねはい、生きてると違うって言えるからだから DAO でいろいろ実験することはあるけれども、はい、あのこういうのって結構今までね あ,のあるんですよね。でも結構このロッカーフェラーとかああいう大きい財団って、はい、作った人は保守的で結構強い人だったからお金儲かったんだけれども、はい、その後すごくソフトになっちゃうっていうのが結構あってあそうすると何が起きるかっていうと生き残ったファミリーと財団がずれちゃうんだよね、はいで。結構作家でもあるんだよね、はい、作家がこあの死んじゃってその出版社とかコミュニティがこがその名前引き家けて。 あのとの関係ってあるので,でそこ結構整理しとかなきゃいけないと思うんですよ、ねはい、そういうことですよねでもそれは絶対あるもんないやなんかその練習はしたいなと思ったんですよなんかえー、と d a では決してないですけどなんか同じような例えば劇団四季さんっていう、まあ、日本のはすごいもう本当超ビッグなやっぱ劇団四季さんってもう創業者の方はもう亡くなられてるんで。 ですけど超強かったですよそういうアサリケイタさんっていう,、うん、もう超カリスマで今なお、えー、劇団四季の皆さんは、うん、アサリケイタさんの教えをやっぱ守っているんですけどなんか傍から見てるといいところと,、うん、と悪いところあるなと思うんですよね。うん、要するにそのアサリケイタさんの教えの通りやってることですごく助かってることもあるんですけどそのせいで時代にちょっと合ってないみたいなことって。うんうんうん でもやっぱりこう創業者も死んじゃってるんでこの書き換えがだからそこもなんだろうそのルールなんで、ね、僕もメディアラボの所長がやってたんだけどもメディアラボの創業者はすっごい美学が強くて、はい、絶対自分みたいなやつは入れないとかね絶対こう数字で測れるものはつまらないとかはい、はい、結構ビシビシやってるから、はい、自然にこう入れ替わるような美学をもう植え込んでるので,はい、はい、でそれはもう解釈間違えられないぐらい 厳しく入ってたりするので、<あ>だからやっぱり保守的な人だと保守的な解釈しやすいけれども、はい、それをルール化とか。はいでも でもさっっきちょ DAO の話に戻るけど、はい、そうなんで今の,あのサロンをちょっとずつ DAO 化しちゃえばいいんだねっていうのは DAO ってどっちかっていうと、はい、いろんなツールがあるわけじゃない,はい、はい、だから例えばそのこの予算はこう、はい、いきなり方で実験しようとかこのプロジェクトはみんなでやりましょうみたいな感じで、はい、プロジェクトを DAO 化するう。うとでも、あのー、さっき、あの収、ー、録の,の時にお話しされてたままさにそうだなと思うんですよなんかこのプロジェクトは DAO でいこうっていうまあもしかしたら最終的にそうなるのかなと思うんですけど。うんうんうん 今一旦全部試したくてそのこのパターンやったらあこれ事故るんだとか一回今回試したのはまず試したのは、えー、とダオ立ち上げます無料の NFT かなんかを2,000人かなんかが手に入れてうん、うん、その人それ持ってる人しかダオに入れないでもそれも無料で手に入れて勝手に売ってる人もでもそれも仕方ないんでうんうん、うん それでその NFT 持ってる人しか今入ってないんですねでまず一回やってみたのは、うん、まあ十中八苦失敗するなと思いつつでも口出さないとこうと思ったのは一、うん、回手放しで でんかいろいろやってくださいってやってみたらどうなるんだろうっていうので一回そのパターン取ったんですよ。でまあまあおおよそそういうことになるよなっていうことで、まあ、そっちはもうデータ取れたんでもうそれはもうやらないとして次、えー、と自分がちょっとだけ、えー、と参加してつまり NFT のあのデザインの部分だけはちょっと口挟みますっていうそうした時にどういう回り方するのかっていう,うん、うん、なんかいろいろ試してて。 で、まあ、最終的には、でも、オンラインサロンと、その、なんか、ここがぐじゃってなって。うんうん、なんか、このプロジェクトは、こっち、ダウでいきましょうね。うんうん、で、こっちはもう決定権、僕が持ってる。これは俺にやらってくれて。てサロン大事だから、あんまり実験しちゃいなて。<laughs> いや、確かに。ちょっと守ってんのかもしれない。それで言うと。サロンが。いや、でも、なんか、いろいろ試してみたいのは。試してみたいっすよね。失敗も込み込みで。うんね、これ、気をつけなきゃいけないのは、うん、あの、実験でも。 あの、値段が上がっちゃうと、損する人が出てくるんだよね。で,で、で、結構、損するとね、怒る人がいるから、はい、自分の手放してから、勝手に上がって、勝手に買って、勝手に損した人が、この作った人恨んでくるんだよねい。いろんなね、NFT アーティスト見てても、はい、で、それで名前変えて、はい、だから小豆の、あずきの NFT ってすごい有名なんだけど、はいはい、この人も何回か失敗してるの。はい、で、名前変えてるの。はい、そうすると、過去の失敗が、あの、つながってなかったの。<あ>でそれが、ああ バレたのはい、はい、そしたらみんな叩きまくっちゃってだってこっちで損したのに小豆かっこいいと思って買ったのは結構 NFT 業界って名前変えるのは一つのこうなんかい,い,いいことになってるんだけどもだから結構これ今話題になっててただ彼の議論はいやあれは実験で学びを今度持ってきたっていう言い,い,い,い分としてねい,いで,、はい、で,で多分本人は本音だと思うそれ結構微妙でしょこれってよくね会社の社長でも株が過剰に上がっちゃう会社ってあるんだよね、はいはいはい で、それでガーンって下がると、首くびんなんだよね。はい、でも本人がポンプしてないのに、社長が責任取らなきゃいけない。ここだけがね、NFT のこうちょっとリスキーなところなんだよね。それ結構、オンラインサロンとかでも普通にあって、うん、あの、オンラインサロンとはいえ、うん、えっと、まだ、じゃ日本中の人が、それを認知、理解しているかっていうと、そんなことはなくて、やっぱ本当ごくごく一部なんですね。れ厄介だなと思ったのが、うん、サロンを ちょっっととでででかくしたたんんすすよ。もうう何万人いう規模にやったんですね。そうするとこれどうなるかっていうとサロンメンバーさんの中でわかんないですもう過去いたかわかんないですけど犯罪とかする人が出てきた時に正直これ知ったこっちゃないじゃないですか。だって別に。あの 会社で契約してるわけでもないけど、うん、つまりファンクラブのファンの人が、うん、ミスター・チルドレンのファンが痴漢しようがミスター・チルドレン関係ないじゃないですかですがそのファンクラブみたいなことはもうみんなその線引きできてるんですよ、うん、いやここはさすがに、うんうんうん ファンが勝手にやってる子だからミッチル関係ないじゃんっていうミッチルファンが勝手にやったことだからですがその当事者意識が、ね、なんかなんかそうなんなんか世間でもサロンメンバーさんがなんか変なことした時に貧困、うん、西野のサロンメンバーがみたいな、まま、だからそれがなんかサロンメンバーのラーメン屋さんに行きたいっていうのの裏だよね、はい、あそうですねそうですねそのリスクちょっとあるんですねあとは法的な組織の だから一つだから DAO で気をつけなきゃいけないのが、はい、DAO が証券みたいに見えちゃうと、うん、トークン持ってる人たちがあの一緒に仕事してる業態として見なされちゃうと責任があるんだからなぜ会社を作るかっていうと株主が。 有限責任なのなななな投資したお金しかリスクがないんだけども、はい、でもやっぱりあの普通のただの組合なんかだと全員無限責任だからやっぱり会社作ろうとしていて、はい、でやっぱり DAO なんかでもそのじ実はみんなにトークに配っちゃって、はい、ちゃんとしこう考えないと実際に犯罪を起こしたらサロンメンバー同士で責任問われる可能性ってなくはないのでちゃんとお金が動いてこれが業になってる。はいはい、だかららそこら辺が多分 ダウンにするときに気をつけなきゃいけない、はい、ところなんですよ何にお金使えば面白いですかね。そのなんか。んお方ダウンの。ーのそう N. F. T. 毎週出してて。うん、僕は本当一円もいらないですよ。なんか面白いことになればいいなっていうだけなんですよ。うん、そうですよね。まあ、僕はだから今。 飲みあの、まあ、銀座に P2P っていうとこもあるし今、はい、うちも作ろうとしてるんだけども結局そのお店があってあのそのまずメンバーシップがそこに入るためには DAO のメンバーでそこの中の運営とかも DAO のメンバーでだから、はい、DAO そのものが飲み屋を持ってるっていうやり方もあるしあとは飲み屋の,そのトークンとかは、はい、例えばあのあのあ西野さんの あのサロンンのトークンで飲みに来れるとか,はい、はい、か、だからそのコミュニティだから何て言うか DAO って結構コミュニティ同士があるのだ,、はい、だからお互いの DAO があのメンバーになると西のコインはあのクリプト DAO でも使えるとかっていう、はい、まずそういった地域通貨っぽいこう<あ>通貨を作るんでこれはあの前払い。 なんだっけ前払い式あの決済手段っていうのって、はいはい、要はあのビール券みたいな。これは結構規制が今あんまり日本の法律はあんまりないんで、はいはい、だからの飲み屋のビール券っていうのは結構いろいろ発行、<あ>トークンとして発行しても大事で大丈夫、ね、で。はい、飲み屋っていうのは、 なんかすっごい儲かりそうな感じよりもどっちかっていうとこうみんなで飲み屋ってみんな意見あるじゃないこんな音楽かけようとかこの色にしようとかって、はい、その飲み屋のこうどういう雰囲気ど,ういうどの夜にどうするかっていうのをみんなで決めるっていうのとあと昼間はあのコーワーキングスペースにして机1個借りるのには。 トークン使うで。そのトークンはコミュニティで、はい、だら僕ら変革トークンっていうのがあって大体いい1時間働くと100トークンぐらいなのでみんなでコミュニティの仕事しながらうちトークン発行してるんだ、はい、でこのトークンであの僕のイベントに来るとか本がもらえるとか<ー>でそのトークンでいろんなことできるようなで今日本の法律だとそのお,あのお金とか、はい 価値がある暗号通貨で交換しなければ、はいはい、コミュニティのトークンっていうのは別にやあのお金に交換しなければあってもいいんだよなるほどなる,どなるど、うん、だからそういうのの、なんか自分たちのクローズド経済の中の、で結構今ウェブ3のクリプトの人たちって結構軽蔑しながら、されながら、はい、あんまりこう、はい、集まる場所がないから、だからみんなが自分たちも、だ自分たちもオーナーの クラブみたいな感じでこれも一箇所だけじゃなくてネットワークにしてじゃうちのお店も入りたいって言ったらじゃあ一緒にやりましょうっていうのでで最後はお金で飲み物買えないようにしようかと思ってトークンでしか買えないようにして今は買えるんですかお金で今まだないんですああそ銀座のお店はトークンを NFT を買ってそして行くと確か飲み放題なんじゃないかな1日券1か月1000円ってあるのでもまあこの辺を少しいじって多分だからいろんな こうビジネスとかであの要素はありながらあの結構楽しい。 で、<ー>で集まればそこでまたいろんな話ができるっていう、あのちょっと実験的ちょっと、あのー、細かい話ですけど、その内装をみんなで決めるっていうのって、まあ。みんなで決めるっていうよりも、さっきの話じゃないけども、たぶん内装屋が何人かいて、はい、でどのぐらいの予算で、誰にきた決めさせよう、で,で、まあ、たまにこんなアイディアがあるけど、どうだって、ね、みんなで議論するとかって、だからみんなで決めるっていうよりも、みんなが多少参加したあ<ー>プロセスを作っていくとか。 必要,必要なんですよ、ね、ただリーダーは案外こうコミュニティから出てきてもいいんじゃないかなみたいな、うん、でもでもさっきの話じゃないけども最初は独占で設計して、うん、でだんだんこうみんながリーダーが出てくるとちょっとずつこう渡していくっていう感じだと思うんだよねっていうのまあちょっと考えてるんだけど、うん、あおもろいっすね。 でも、いろんなのももあっていいいと思うんんだよね。いろ DAO があってで多分 DAO の面白いのはあの結構パートタイムで参加できるじゃない。だからこの DAO のちょっとやってこの d a、はい、そうするとそこが発信になってでこの DAO の特徴だからここはもうお酒,ののあのお酒好き DAO があってでなんかこうワーキングスペースが DAO があればじゃあ一緒に。 イベントを作るとか、だから今までで、はい、あとトークンの交換もできるよね。だからこことここが一緒にやりたいとお互い昔の株の持ちやみたいな感じで、だからそういうこう事業開発っていうのはダウン感っていうのは結構やりやすかったりするんだねな。なるほど。なんかそれいいっすよね。なんかパッと参加したいときに参加できる。僕まあこんなことで怒られるんですけど、その。 いろいろじゃあ映画作りますじゃあ何か作りますミュージカル作りますってなったら結構他の国のスタッフもいるんですよ。で Zoom、えー、でつながってとかでそうなってきた時に、あのー、労働時間超めんどくさくてうん、うん、で労働基準法ほんん邪魔でで仕方がないんですねなんかそれこそなんか作ってたら夜中の3時とか4時とかにあこれだって時あるじゃないですか。うんうん、あの時ににパッと動きたいのに これ会社でやってると4時からスタートできないんですよね。うん、でそれ困ったなって思っててでオンラインサロン一つその逃げ道だったんですよ。みんなあの趣味でやってるからみたいなノリがあるんでよ夜中にサロンに記事を投げても別に誰にも怒られないんでで起きてる人が「なんかやデザイナスよ」みたいなことでここ別に金銭発生しないんでそれはいけたんですけど「うん、で a もそれいいっすよね」なんか。 続けて働きたいいあるじゃないですか僕も投資した会社で WorkCo って言って WorkDAO っていうのを作っていてこれ何十カ国に会社を作って各国の労働基準法に沿ったあの契約を作れるようにしていて DAO があるとそこにつなげるとどの国に人がいてもちゃんとその国に沿ったあの契約ができるっていうのもあってだから多分 DAO の,の重要なところっていうのはだんだん技術的に オープンになってきてるから、いろんなこうプロトコールが決まるね。うんうん、そうするともう一つ一つの会社が各国に法人作らなくても、はい、法人作る会社があって、はい、でそこはあの D2D っていうの、はい、Down to ビジネスみたいな感じで、はい、そうすると D2D って言うんですか。うんうん、そうなんです。えー、<laughs> でこれは労働基準法 d o で他の DAO の代わりに全部そこを仕切る DAO だとかダトゥーダすか。<laughs> おもろいっすね。多分だからだんだん増えてくると思うのこういうあのコンプライアンスだとかいろんな今だと全部自分でやらなきゃいけないものが外で出せるようになってきてはい、はい、で例えばステーブルコインって今ず随分話してるで、はいはい、今日もあのあの三菱 UFJ のステーブルコインチームと話してたんですけどもやっぱり社会的に 何がステーブルコイン面白いかっていうと、いろんなプロセス管理ソフトとか、はい、そこの中にお金が入るんだよね。はい、だから僕も今、DWORK ていう、これも僕資してるんだけど、プロジェクト管理のソフトで、はい、でよくけ看板であって、新しいプロジェクトやりますってやって、やりましたって確認して OK すると、はい、そこでピッて払い出しが起きるんだよね。はい、で、今だとうちの、あのこれあのまだほぼボランティアなのであの、変革トークン配ってるんだけども、ここであの日本円を払い出しすることできるの。ないけど うちって大体1時間いくらで,でちっちゃいタスクお茶を持ってきましたとかでもありなんそうすると今だと私何時間働きましたって言って出すじゃない、はい、それが会計士がこうやって振り込ましてすっごいでこれはもうそのプロジェクト管理のソフトの中であのあ<ー>やりましたはい確認ピッってなるだからマイクロペイメントみたいにピッ ピッピッって溜まってくるのね。<あ>それもリアルタイムで起きるから、から全部のソフトにお金がもう組み込まれていっちゃうのね。で、それがちゃんと MUFJ の縁 MU がちゃんと流動性があるトークになってれば、 日常的に DAO の中でお金も動かすのも口座があってなんとかじゃなくてもう個人間とかシステムの中で動くんだよねそうするとすごくそういうツールが出てくると便利になるでしょまあもちろん労働基準法っていう法律があるので少しちょっとそんな細かくなるんだけどもなるほどなんか僕全く今あのリスクが想像できてないんですけどなんか日本でやることのんかデメリットなんか僕やっぱりもう 規制が厳しいとか、急にこ,うこれダメとか言われた時になんかもう全部じゃおじゃんじゃんみたいなことって何かあったりするんですか DAO で、うんまあ、多分一番あの日本でやるのが中長期的にあの面倒なのは、はい、日本ってどうしても税金は取るんですよ,ですよ、ね、取らなきゃいけない国なので、うん、そうすると自分が DAO でトークンを発行するじゃないですかはい、はい、そうするとそのトークンが価値が出ると、はい どうしてもどっかで税金払わなきゃいけない。で、それはもちろん正しい対価には税金払わなきゃいけないんだけども、これグローバルに考えると、僕はアメリカ人です。はい、で、アメリカ人でダウンに参加してるけれども、もはい、日本で税金払いたくないんだよね。ね、はい。で、あとは今の法律、これ、 みんな変わるって言ってるんだけども、はい、トークン例えばあの西の DAO のトークンがあって、はい、そしていっぱい,はい、はい、持ってでも半分は自分でまず、はい、DAO で持ってるんすじゃなね。はいはい、これが誰かがマーケットで売り出して、はい、突然これの価値が1,000億とかなると、はい、今の日本の税法だとこれはあの売っても売,売らなくても。 これにあの会社だっからそれはまあ変わるって言ってるんだけどもはい、はい、ただそのやっぱりトークンを発行してそれをなんか税金みんながいろいろ買ったり売ったりした時払わなきゃいけないっていうことここの母体はどうしても税金がかからない国で発行元になると思うんだよね。はい、だからこれって,あのなんなんていう製造も中国に送ってるのと同じではい、はい、多分僕は短期的にはダウの,のトークンの発行っていうのはあのスイスだとかドバイとかで発行して。 で、その運営母体はこっちにいてででで、その向こうで発行したトークンはこっちでやるって、でも向こうに発行元しとかないと、特に海外の人たちもい違いない、いろんな税金に絡まれるっていうのが、もしかしたらそういうことはあると思うんだよね。あ,あとは、まあ、<う>短期的には交換するのも免許が必要だとか、はい、トークンをリスティングするのにすごい時間がかかるとか、はい、そういう細かいのはたくさんあるけど、まあ、その辺はでも、なんかみんな直そうとしてることがあるんだけども。はいはいはい ただゼイのところは多分あのなかなか変わらないとな,、うん、なんかあれはあるんですかそのダオのえっ、ー、とちょっとつまらない話で申し訳ないですけどそのネガティブな部分は何があったりい,いっぱいあると思うよなんかみんないい話しかしないだま,まずあの番組の方でも話してた、はい、あの話なんだけどもやっぱりコミュニティで全部決めるんですすごく難しいし, <laughs> しいあとはあのだから iPhone なんかはそのスティーブジョブスがこう いたからできたんだけども、その後、アンドロイドになってからコミュニティで広げるっていうのはありだと思うんで、だから最初の,この独占主義からダウ化するこのプロセスを間違えると、結構あの、っていうのは民主主義って難しいんだよ。で、大きくなりすぎるのも難しいのね。はいはい、だから今結構みんな短期的に人数増やそうとして、はいはい、大きくしすぎちゃって何もできなくなっちゃうケースって結構あるので、でももう一つはやっぱりこのトークンで 稼げると思うと、稼ぐために入ってくる人たちがいるの。のそれは絶対、それは有利。そういう人たちっていうのは短期なんだよ。だ、だから上場企業もそうだよ。上場企業の社長とかちょっと話してると。<あ>みんなも四半期でメジャーされるから、長期プランができなくなっちゃってるのね。で、ダウも同じで、ダウの。 あのもう入って上がって売ろうと思ってる人たちがみんなプレッシャーかけると、うん、もうすぐやれすぐやれってなっちゃうと思うんだよね。<あ>か上場企業と同じでそのプレッシャーが関係にーつまんないなしても。も そのすぐ上場しないで、はい、もう身内だけでしかトーク持てないとか誰でも入れないとかちょっとクローズにした方がよくて<ー>でさっきの最初の方の話に戻るとあの、はい、インターネットによって値段とか比べられるのでラーメン美味しくなったかもしれないけどただ文脈その文脈っていうのはないんだよね。こののの文脈で話ししたのに、はい、誰かがが引用しちゃゃううとと炎上すするるじなないそ世界のみんなが見ても あの分かってくれることしか言えなくなっちゃう。でも実はそんなことって楽しくないじゃん。はい、だってだって漫才だってさ、はい、分かってる人に言ってるのであって、わかんない人だったら刺されることいっぱいあるでしょ。そうすると何が起きるかっていうこのクラブの中で分かってる人たち同士で話をするっていうのが重要で、はい、そ,うそうするとインターネットのツイッターで西の あのあのサロンがあるっていうのはみんな知ってるんだけどもはい、はい、中に入んないと本当のジョークは聞けないっていうからの本当にジョークできるわけだねでこれが世の中の全員が入っちゃうとここもつまんなくなくっちゃうだからやっぱり DAO は大きくなりたいみんな稼ぎたいっていうプレッシャーとはい、はい、ちっちゃくしてコアなメンバーで楽しいことしたいっていうのってここって結構だから会社が上場したくない理由と同じ DAO の上場って気をつけなきゃいけないっていうのはあると思うんだよね。 あれってどうなんですか ?ZOZO、あのー、の前澤さんが、なんか前澤、なんかなんか嬉しそうな顔されてますね。<laughs> <laughs> なんか一言二言ありそうな感じじゃないですか。いやいや僕,僕もちょっと中身理解してないので、ちょっとあのまりコメントなんだけど。はい、なんですか, <laughs> なんすか急になんでなんか。いや,いや、ほんとわかんないんで。ででもなんか多分いろいろな段はあると思うんだけど、ひたすらただ大きくしたい、夢になりたいっていうのは、最初はいいけれども、 そそれこそね、みんなお金払って入ってるし投資家気分じゃない、はい、あれを維持するのって大変だと思うよだって本当にね下がったら恨む人いっぱい増えてくるから,から僕も前 PSI ネットっていうプロバイダーの日本やってたんですけど、はい、アメリカの社長なんかもうすっごい伸びたの、はい、で暴落して潰れちゃったの、はい、で二人殺しに来たって銃持ってお前のせいでうちのお金がみたいなそれでもああ 変な話っすよね。下がったら切れるってそれ込みで参加したんじゃないかって話じゃないですか、うん、いやでもそれはさ、はい、本人からすると自己責任って言っても、はい、裏恨む相手がいないとそのやってるやつじゃん喋、はい、ってた人をこの人信じたみたいな感じでそう、はい、だからそこ,そこだよねだからあのウォーラン・バフェットっていう投資家の有名人が言ってたんだけど自分の会社の株が過剰に上がったことよりも社長として危険なことはないと。 っていうのは価値より株が上がると何しななきゃいけないかって言うとと下がると首じゃない、はい、そうすると嘘し続けて上げて,、ま、上げていかなきゃいけないの。のだから常にビル・ゲイツもマイクロソフトのやってた時は常に水かけてるの。株は本当の価値よりもちょっと低いぐらいの方がいつもみんなあの上がっていくけど一瞬自分の価値より上がるともう下がるしかない。で下がると殺しに来るみたいなさ。だから絶対だから結構そう普通の人たちって有名になって。 上げたいっていうのが反応なんだけどそれって実は長期で考えて一番危険なんだよね、はい、絶対そうっすね